出らせんようにも閉めちゃうから、ね、さあちょっと釣りに行きますか。はい、今日 GoPro 4時間回しっぱなしで行きますんで、僕と菊池さんの出会いを、そこに座っててもいいですか。あ、そうですね、ここで。あ、菊池さんここ座ります。え、どうぞどうぞ。え、いやいや、どうぞ、お客さんどうぞ。あ、これ、あ、そうか、取れるか。うん、うん、ね、すごい。でもそんな成功するの本当に悪い気ですよ。あ、そうなんですか。はい、あ、あ、本当ですか。釣れそう、こうちゃん。はい、釣れそう。釣れそう。こうちゃん、浜を。いや、デラク。あ、デラクか。バラップ強いでね。釣ったことねえな。いやいや、YouTube でみんな言ってるもん。バラップスイマーやべえって。はい。めっちゃ釣れるって、デカバスが。そう。要するに、でかいのが釣れるね、やっぱり。スイムベイトってでかいのが出る。いいとこ行ったか。どうした。このね、サウガだからカリスマスティックがいいかな。これカリスマスティックの方が投げやすいな。あ、クロスしてたらすいません。あ、し、したね。ちょっと当たったね。いいよ、ちょっと待って。ごめんなさい。あ、ういです。穴にいねえがな、でけえの。もうちょいいよ、先投げて。いきます。めっちゃ楽しいやん。わ、食った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 。こら、おやし、でかいでかい。これね、ハマオだからないと食わないの、この魚。ハマオ、でかいとも知れてる。でかい。ハマオ。ハマオでかい。やっぱハマオはね、ありがとうございます。首振るね、やっぱハマオには。あ、ごめんなさい、バレる。え、はじめまして。すいません。マジっすか。これ下手くそ。うるせえよ。ただやっぱ来た。こうちゃん、何？外れた外れた。一緒だわ。やっぱりでも何何投げてんの？デラク。いや今のね、ごめんなさい、危なくて。あ、大丈夫。塩は聞いとる、やっぱり。いや、やっぱね、ハマ王がね、魚寄せちゃうのよ、ハマ王は。ハマ王やべえわ。バラップスイマー超えてるわ、ハマ王は。バラップスイマー当たらない。いやいやいや、変えるか、じゃあハマ王に。だって今の出方がやばいで、下から食い上げてきた。あのブラックバスみたいですね、本当に。いやマジで感動した、今下からね。おお、まあ50ぐらいかな。ちょっとドラグが強すぎたわ。さっきコシーバスが食ったからね、この深いライン。9、10、11、12秒。あ、来た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 。マスターで、ナイス。すごい。うわ、ちっちゃいぞ、ちっちゃい。ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。ちっちゃい、ちっちゃい、これ。すげえ。これはブラックバス30センチサイズの。シーバスもいたんだな。いやいや、俺じゃないよ、浜王だけよ。もう浜王の食わせ能力がね。そうそうそう、もう腕じゃないね、浜王なのよ。え、落としてあげただけ。そうそう、普通に巻いただけ。下におったんやね。全部？あ、友達にあげるんや。友達に作ります。オッケーオッケー。遠くから呼び寄せるからな、魚を。浜王ワームずれます？ずれ、たまにずれるけど、そんなにずれないよ。とにかく絡む。とにかくキャストのたびに。巻きながら。割れたんか。わあ、ほら、食うとこ見えたよ。目の前じゃん。下から飛び出してきて、追いかけてきて、でかい。下からね、はい、下から浜を。
あの、いやだから浜尾だから、これ俺の実力じゃないのよ。下からうわあ、え、またバルした。いや今のね、普通の芝じゃなかったですよ、お母さん。だってジャンプすんだよ。あの、多分吸い取る映像自体浅いもんで、あんまり沈めるというよりも、あの、身の音が普通に聞いてきたのが。やばい、下からね、下から、真っ直に下から食い上げていいだ。やばいよ。今だって目の前だった。いや、見えたよ。はい、下から、ブワーって上がってきて、ただ、ちょっと釣りが下手だったな。人いますか、ここで。あ、まあ、VJ とか。VJ ですか、やっぱ。アマホ。ダイソールは。うん、そっちが釣れる。あ、VJ の方がやっぱ釣れますね。あ、まあ、VJ は強いから。あ、来た。来たか、ついにこうちゃん。でかいじゃん。わ、網取ったら網を。こうちゃん、こうちゃん。いいよ、寄せてきて。ナイス。ちょっと持ち上げちゃって、もう引き抜いちゃって。やっぱりハマおうよ。うわ、でかいじゃん。こうちゃん、はい、60だよ。やっぱ浜尾か。浜尾っす。ちょっとこうちゃん、浜尾、はい、気をつけて、気をつけて。 OK、 貸して携帯、はい、立て立てて、もう一回、じゃあ俺ももう一回立てて、はい、インスタ行きだ。鼻打ち楽しい。いや、食い上げてくる瞬間がね、ちょっと脳汁出たかも俺。あ、いかん、これは危ない。止めなくていいです。いや、もうね、下からね、すごいスピードで食い上げてきたよ。ドバーって。いいとこ行った。浜尾の、浜尾すぐ絡む。そう、浜尾はね、そこが欠点だから、針がね、オフセットフックにしないといけない。難しいな。まあ、たまたま今いなかったよ、そこの。垂直に上げてシーバス釣れるんだ。ラインがかかってる。だね。そうそう。まだ使ってた。だからカルコンの DC よりも真広鉢めっちゃ全然いいです。そう。はい。慣れてきたな、浜尾キャスト。来た。来たか。ナイス。でかいぞ。打った。取れよ。取ります。よし、ナイスナイスナイス。でかいぞ。いい魚。ちょっとヤバくないか。作ったか。作った。バイブレーションでさっきからね、当たっとったんや、これに。荷晴らしが、あ、メガバスの。ちょっと待ってね、危ない危ない危ない。これヤバいんだよな。うん、ちょっと待って、ちょっと怖い。待って、こうちゃん待って。これ取れない。でかかったろ、こうちゃん今の。よし、ちょっとごめんね。これ、これまず持ってもらって、で、いや、こうちゃん今のでかかったよ。あなた今の70近かったよ、音でわかるから。70あったと思う。70あった。70バレました。だって音がバシャーって言ったじゃん。ボラすごい。これボイル起きない。引き出す。ボイル起きないですね、こいつは。あんまこいつが入ってくると良くないですけどね。いいよ、OK。 ちょっとルアー外しちゃう、うん、これでも、こん、うわ、ついに食ったか、菊池。このルアーが食いがいいよ。あと投げやすいな、そっちの方が多分。浜尾の欠点がやっぱり意味のない、この無駄なね。すごかったやん、音が。切るたびに絡んじゃって。で、結構でかくなったんですか。でかいのが思いっきりチェイスして食わなかった。出てきたよ。あれ今何センチと思います、小川さん。55ぐらいですか。なんかえらいでかく見えて、追いかけてきてギラーンって食わんかった。このシルバーのラメがね、強いんすよ。やっぱバラッと吸います。の方がいい、やっぱり、はい、扱いやすい。全然絡まる。でしょ。はい、何これ。ボーラ。ボーラだよ。やば。
来た？ナイスナイスナイス。うでかい。今の何センチですか？今50後半ぐらいで大きかったぞ。割れました。いや今のめっちゃかっこいいの取れたぞ。でも取れた今の。取れたよ。めっちゃかっこよかったで今のジャンプが。680円だから。こんなに楽しいところ軽蹴った。お今あちょんとしたよ。今食ったと思う。ちっちゃいかな。最悪。スピーディングに変えるんだこうちゃん。はい、もう軽蹴ったわ。釣り取った？そうそう巻かないからね、さん巻き抜くんだよ。見えたいわ。くてでかい。でかいの？え？そうブラックバスと違うんだよ。止めちゃダメです。そう止めちゃダメなんで。そう。逃げるイメージだよ菊さん。また菊さんいいポイント投げとるで。2回連続お前ついてくるって。だって何メーターぐらいあるの？ここで11メーター。11。やっぱ VJ シャットの方がいいな。こんなんならないもん。めっちゃ買いますよね。うん。あともうこれが浜王はやっぱ。慣れてきたな浜王キャストに。来たか。ナイス。でかいぞ。打った。取れよ。取ります。よしナイスナイスナイス。でかいぞ。いい坂。ちょっとヤバくないか。作ったか。打った。あ緑の方にある。あここに。あごめんごめん、こっちにあるわ。ありがとうございます。いいかもね。スピンベイト抜かようかな。やばい。切るの持ってきてないよ。引っ張るやつかな。あーそれいいんじゃない。でかくね。多分でかい。まあでもカサゴ普段こんなバームでやってるよ。ですよね。うん。これでもでかいと思うよ。これシーバス用だったと思う。そうなんです。確かカーブホール食った。カーブホールで。うわっ、すげえ。カサゴですね。タケノコメンバーある。タケノコメンバーある。あ、本当だ。買いましょう。タケノコ。こうちゃん今日空気まんまやでね。はい。普段いつも俺基本的に食べないんだけど、一回食べたらめちゃめちゃうまくて。食べましょう。確かにカサゴとかね、煮付けがめちゃくちゃうまかった。これはいけないな。これはいけないな。ちょっと壁際ちょっとオフセットに変えよう。しないよ。めちゃめちゃ寝かかってる。あ、マジで俺はしないイメージ。あ、いかん。でもここ今曇っとったか。これも気になるんだよ毎回。これやっとかんと。曇っとったら臨場感が出るんだよ。いやいや、でもそこのお茶取ってくる。ゴプロのとこ。何それ。カサゴやか。そこで当たった。カットヒールのカット。あ、マジで。まあ、何でもなんかちっちゃいもんだったら入れ、前は何でも食ったもんね。ああ活性が良かったですね。今日の活性がどうか。
根性比を描いたの。来た来た、ナイス。いいカサゴがいた。適当になる。あ、ほんと食ってきた。シーバスですか。今、ほんとすごいちっちゃいね、クサって。そこに落として巻き上げてきたら食ったよ。あ、出る可能性ありますか。ちっちゃかったな、でも。あ、今も当たったよ。え、多分ちっちゃい。ちょっと一回投げてみる。この表層で出るんですか、お母さん。あ、食った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 、釣れた釣れた。なんかいい表層で出た。え、表層で。おー、決めとる。え、表層でミノー早巻き。シーバスじゃないですか。ナイスサイズ。すげえ。ミノーでも釣れる。ミノーのしかも表層だよ。ブラシミノーだから。女性さん、シーバスいっぱい釣ってます。おお、持って食べて。そんなすごいな。しかもグラスミノー。フェーシュ。カサゴ。フェーシュ。おお。これなんすか。あ、俺も来た。あ、入れ食いパターン入ってきた、これ。入ってきた。もう入れたら底ついたら食っとる。なんか引きがいいね、やっぱり。こうやって。ほら。本当だ。タケノコメバルかカサゴかちょっとよく見ないと。これなんすか。メバルっすか。カサゴじゃん。ああ、カサゴか。これもカサゴですよね。これもカサゴです。壁際じゃなくて。タケノコ。ここででかいワームででかいの来るんか。来た。すごい。コリンコリンコーちゃん来たね。ここで、でもオオサンショウを使ってデカメバルを狙いたいんだけどな。前そのパターンで釣れたもんね。釣れたやな。オオサンショウで釣れた。入れ食いパターン入った。入れ食いパターンすばして。グラスミの入れ食いパターン。カサゴがいいのかね。白。あ、やっぱ白がいいのかな。釣れた。上まで上がってきちゃった。巻きすぎか。ああ、ほんとだ、食ってください。そこトントンで。そこトントンすればめちゃくちゃ。ちょっとちっちゃいけど、そこからね50センチ上げて。あ、これ100匹釣れちゃうパターンだ。最高っす。めちゃくちゃ持ち帰る。これお、それが止まると釣れない。え、何？潮が止まると釣れないですか。あんまり良くないですね。ああ、潮止まりはね、釣れないよ。実は潮引いてますか。潮引いてるね。関係ないですかね。もうこの船の真下ぐらい。あ、もうどこでもいると。投げてないですか。あ、もう下でやってるの。あ、じゃあ投げなくていいんだ。ネギョだからどこでもね。これそこいつだって20センチぐらいまで成長するのにめっちゃ時間かかる、うん、そうですね。5年かかるんですか。だから高級魚なんですよね。もうちょっとかかるのかな。ああ。結局根魚って網で取れないじゃないですか。うん、だから高いです。釣りでないと。釣りじゃないと。うん、高級魚ですよね。そうそうそう、うまいもんね、刺身も。あ、じゃないですか。むしろ50センチとかのカサゴ。あ、ほんと足で釣れちゃうんだ。もうこれちょっとテクニックもクソもない。これでもちょっとサイズが大きいの。これ結構マシなサイズが。あ、そうですか。ちっちゃいですよ。あっちの風裏の石積みとか明るいところにやってるの。ちっちゃいですか。あ、ちっちゃいですか。ポイントなんだ。今日はありがとうございました。よかったね。ありがとうございます。最後爆笑やったね。ね。座ります。あ、小川船長ありがとうございました。今日は船長が通るからね。うん、ちょっとこの魚の締めるのとか、ちょっとこれこうじゃん、ゴプロの電池、さっきの黒い、はい、ちょっと待って、はい、じゃあ行きますね。ちょっと待って、暴れとる暴れとる。今日は食べますね。食べます。はい、写真撮りますよ。はい、はい、チー、待ってよ。